なりたいもの？お空に浮かぶふわふわの雲になりたいな。ふわ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 わわわ。うん？はーい、オッケーでーす。うん、今は雲を見てただけ。クイナに似てる雲見つけたから目で追いかけっこしてたんだ。カフェと林犬？カフェと林犬？カフェトリンケンとは、数名のエーデルとランダムで選ばれた中等部生徒がティータイムを過ごす、交流目的で開かれる催し。ミンク、何回説明すれば覚えるの？クイナ！ところで今、そのカフェトリンケンの権利を譲れとか聞こえたんだけど。そんなこと聞いていないわ。今大事なことは、委員長である私の前で不正が行われようとしていた、その事実だけ。ああ、な、何よミンク。ほら見て、あの雲、マシュマロみたいにまん丸、ふわふわ、なんだか食べたくなっちゃうね。あなた、もう行っていいわ。でも、こんな不正に得た権利で夢王子先輩にお会いする？よく考えて、中等部を、あなた自身を貶めないで。あれれ？行っちゃった。まったくもう、あんたももっとしっかりしなさい。ちゃんと毅然とした態度で。クイナの心配嬉しい。違う、私はただああいうのが許せないだけよ。崇高なエーデルをアイドルみたいに偶像的に信奉して、精霊欠勤であるシークフェルト星の自覚が足りてないわ。何よ。クイナってユキシロ先輩のこと大体大ラブじゃなかった？違う、私のこの気持ちはそんな低俗なものじゃないわ。これは尊敬、正しく私淑なの。よくわかんないけど違うの？全然違う。そっか、それじゃあ次のカフェトリンケンも楽しみだね。しおり先輩とゆきしろ先輩が参加されるってお話だし。そうね、だけどフラウヤーでは。あれれ、微妙な感じ、なんで？しおり先輩、とっても素敵だよ。可愛くって、優しそうで、ほわほわで。そして、同じ中等部よ。ほわ。クイナ、なんだかピリピリモード？しおり先輩は、私たちと同じ中等部でエーデルになられたのよ。それを考えたら、背筋が伸びるのは当然じゃない。なるほどなるほど、クイナライバルいっぱいだね。そういうことじゃない。目指すべき目標があるだけ。あんたこそそんなふにゃふにゃしてないで、もっと目標を持ったらどう？ミンクはみんなと仲良しさんでいたいしな。だからあんたは甘いの。いい？カフェトリンケンではそんな態度で臨んじゃダメだから、しっかりきっちり粗相のないように。みんな仲良くってそんなにダメかな。あ、そうだ、ミンクいいこと思いついちゃった。何その顔。
何かよからぬこと考えてない？いや、何もないない。何でもないよ。あ、雲だけじゃなくて、なりたいものもう一つあった。クイナと同じ舞台に立つ人になることです。でもクイナって常に主役を狙ってるって言ってたな。それじゃあミンクもセンター狙わなきゃだね。クイナの背中しか見えないのやだもんね。ミンク、いっぱい頑張るぞ。カフェトリンケンは来週だよね。それまでは練習練習。ちゃんとミンクができないと楽しさ伝わらないもんね。このタオルで目隠ししてギュギュッとね。会場確認終わり。少し時間がかかっちゃった。もっと先輩方のように時間を効率的に使わないと。あれ？あれれ？ん？あの方、どうしたのかな？目隠しして、テーブルに並んだペットボトルを探ってる？指の先がペットボトルをついて、こぼれちゃう！あ、綺麗な声、誰？綺麗？あの、何かのお邪魔をしたのならすみません。ペットボトルが倒れそうだったので、思わず支えてしまいました。そうだったの？ありがとうございます。いえ、ちょうど通りがかってよかったです。その、ぶしつけですがよろしいでしょうか？目隠しをしてお飲み物を並べて、何をされていたんですか？ふふ、それはね、キキ紅茶しようとしてたの。キキ紅茶？目を塞いで銘柄を当てるゲームでしょうか？そう、今度のカフェトリンケンでみんなと仲良くなれるように盛り上がる出し物しちゃおうって考えてたんだ。まあ、それで、こうしてお一人で励んでいらしたんですね。うん、サプライズ狙っちゃおうって。あのね、今回は、エーデルのしおり先輩が参加されるんだって。ええ、そうですね。しおり先輩は、紅茶が好きって広報誌にあったから、キキ紅茶、とってもいい案だと思わない？いえ、フラウヤーデと仲良くしたいと考えていらっしゃるのですか？うん、もちろん雪代先輩もだよ。私のお友達ね、しおり先輩に負けないぞーってなってるの。負けないとはどういうことでしょう？ね、その子は、エーデルを目指してるから、いつかは追い越したい目標だって言ってた。だけど、そんなのもったいないなって思って、まだお話ししたこともないし、仲良しさんになれるかもなのに。まあ、あなたは、とてもお友達思いの方なのですね。そうかな？普通普通。あ、なんか急にいっぱいお話ししちゃったね。声がとっても優しいから熱い。いえ、そちらは気になさらないでください。ですが、この出し物をカフェトリンケンで披露するのは少し難しいかもしれませんね。そうなの？ええ、人数に対して使えるスペースが少なくて。ですが、エーデルも皆さんと仲良くしたいと考えています。このお気遣いがなくても、きっと楽しい時間を過ごせるに違いありません。そうかな？そうだったらいいな。きっとそうなります。それに、
目標だと思っていただけるのも光栄です。そんな風にまっすぐに感情を向けてくださることが嬉しいから。え、あなたってちょっと待ってね、今目隠しとるから。あれれ、誰もいない。今のってもしかして、うわー、ミンク妖精さんと喋っちゃった。びっくりさせちゃうと思ってつい逃げちゃった。だけど嬉しい、私に対してそんな風に思ってくださる方がいるなんて。カフェタリンケ楽しみだな。